はい、チャンネル。はい、始まりましたけど、今日は六本木にある、はい、キャンディジムさん、はい、六本木ですよ。一番華やかな日本での中で一番華やかなジムだと思います。はい、普段縦林いるからちょっとそうよね。そうそうそう、縦林だからもう寄ってるでしょ。もう都会用意してる、人用意してる、華やかでね。今回はあのコラボで、そうです、一度コラボしたことある大好評だった、大好評だった、はい、僕らも大好きな大好きな木戸選手です。お願いします。さあ、おー来た、おおおおおおおありがとうございます。やるんだね、やっぱり再びありがとうございます、はい、いやもうプライベートでもすごい仲良くさせて、はいはい、めっちゃ仲いい、ね、そうなんですよ、遊ばしてもらって遊ばしてもらって、はい、遊ばしてもらって仲いいんですよ。ええー、飲みに行ったりとか優しいんですよ。はい、六本木のあの交差点で、あの真ん中立って車タクシー止めてくれるんです。ちゃんと後輩の動きを言ってるやつだけど、なるほど、優しいんですよ。普段からその交流あるみたいなんですけど、はい、やっぱ木戸選手って言えば、はい、まあムエタイ、はい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 、をやってきてからの K-1 に行ったってことですね。うん、そうですね、はいはい、そうです。で、我々のチャンネルはあの武術チャンネルなので、はい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 、その武術とかにちょっと近いようなムエタイの技ってあるんですかっていうことなんですけど、ストリートよりと、ストリートストリートムエタイ、ストリートムエタイ、六本木なんで、あるんですか、六本木なんで、六本木なんで、あのストリートムエタイ、六本木ムエタイ、何それ六本木ムエタイ、あ、六本木ムエタイ、あ、それがやりたい、あんの、ちょうどあるんですよ、あります、六本木ムエタイ、あんの、何ムエタイ、港区ムエタイ、港区ムエタイ、元のムエタイっていうのはですね、あれですよ、ビルマ今、はい、ミャンマーですね、めっちゃ揉めてるミャンマー、はいはい、ビルマからの侵攻、タイにめっちゃこう侵攻してきてるんですよ。これをガッて攻められてるのを国の強くするために国民たちにバッてやらしたのがムエタイなんですよ。それが400、500年前と、はい、1500年前にだ本当に戦いに使う技なんです。そうなんです、いやだからその競技としてできたものじゃなくて、武術、武術として武術なんです、ね、そうなんです、そうなんです、元はそうなんです。なので、はい、いっぱいあるんだから、あるんだからで、え僕のイメージはやっぱりこう単なるあの振り子で蹴るみたいなんですけど、はいはいはい、ちょっと教えていただいていいですか。あ、何なんだ今の浅いイメージ。あー単なる振り子、はい、振り子みたいな人生ってこと、はい、あのまあだからその細かい技術がいっぱいあるんですよ、うんうん、めちゃくちゃ深い、いい、教えていただきたい。でまあ、あと自分全部喋りますよ。喋るね、はい、うん、全部お願いします。全部お願いします。興奮します。今日はね、なんで六本木やし、そんなしないでください。この六本木メーターに出してるわ。じゃあいいですか、本日はお願いします。お願いします、お願いします。まずはですね、あのムエタイといえば、はい、まずは何を思いつきます。え、ムエタイはの技といえば、なんかこう肘、膝、肘、膝、首相撲、首相撲、それあ出てきました。そうです、首相撲なんです。ほう、これストリートファイト、まあ街中でこう喧嘩してる人とか、うんうん、たまにいるじゃないですか、はいはいはい、俺あれめっちゃ見ちゃうんですよ。どの目線で見ちゃうんですか。例えば車乗ってて、うんうんうん、あのバーってなんかあーうらーってやってたら、うんうん、まあ多分ほとんどの人見ちゃうじゃないですか。まあ見ますね。見てる時に、うん、どうなるか、喧嘩すると、うんはい、絶対に、うん、こうやってやって、バーッ、俺ら格闘技ってもうこういう、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 こういう戦いじゃないですか。だけど、ストリートファイターになると、うわぁ、バーンってなって、バーンってなって、結局どうなるんですか。こうなりません？こう、こうやって、こうやってやって、はい、こうやってやるじゃないですか。はい、これが、ストリートファイターなんですよ。うん、ね、あい、てめぇ、あい、こんなやるの、あい、てめぇ、あい、てめぇ、やるのかなって。はないつまりな い, ない絶対にない一発二発でもうごちゃっとそうそうそ う, そうなんです。あとはもうはい、はい、投げる、はい、こうなりました。はい、なりました。じゃあこれ何ですか。これ首相撲なんですよ。これまさに首相撲なんですよ、うん、そうで、ムエタイの首相撲でむちゃくちゃ奥が深くて、はいはい、まあ総合格闘技にめちゃくちゃ似てるというか、はい、そのくらい洗練されてて、しかもさらにムエタイの場合はこの立ってやるこの技に関して特化してるので、うんうんうん、いやでもまあその K-1 と見させていただいたのコントロールしますもんね。めっちゃ掴みながら、ごめんなさい、 K-1 は首相撲なしだよ。あんまり浅はかな知識で喋るごめんなさい、なんか俺は分かった何を見たの。まあとにかくムエタイって、うん、
この例えばですけど日本の格闘技とかはこう組んだりとかこうなったりとか膠着と見なされて要は盛り下がるみたいな、はいはいはい、まさにこれタイだわ、タイはムエタイは首相撲になってからかブワー盛り上がるぐらい盛り上がる、そういうぐらい首相撲をめちゃくちゃこう重要視してるんですよ。首相撲でこうやってやって膝が入るためにやってるやってる、はい、あれはそれは見たことあるのよK-1 で K-1 さんじゃないですよで、そうなんです。ここでこれが重要なんです。だから、おい、てめえ、この野郎ってなった時に、まずどうするかって言ったら、まあ、こうやって、まあ、何発かこう、ここ、まあ、ガードしたりとかして、こうなったりするじゃないですか。はい、じゃあ、じゃあちょっと抵抗してもらっていいですか。はい、こうなったら、抵抗して、あっ、閉めてる。閉めてる。すごい、ロックしてる。そうすごいロックしてる。こっちも、マジで。そうなんです。これがムエタイの。いや、信じられないぐらい。これ、ムエタイの。ここに。まあ、決めるんすね。そう、首これ、これこうやってやって、うん、ここで、うん、グッとここでここロックするんです、うんうん、ロックして、ロックするんです。でロックして、うん、じゃあどうなるかって言ったら、うん、ここでこの距離じゃなくてここに一貫空間を開ける、あ空間を開けて膝を打つ、うわ突き刺すんです。で、でこれ首を取られたら、ムエタイの場合って首を取られたら、これ取られたらどうするかって言ったら、はい、ここの片手ずつ取っていくんですよ、はいはい、これを両手でこうやってやっちゃダメなんです、うんうんうん、そうすると肩幅が邪魔して取れないです、うん、そしたらこうどうするかっていうと、うわぁ入れ替わった、おぉ入れ替わった、でこうでガッ、おぉやばい、うわやばい、うわ怖い、ガッツン、うんうん、こう取っていくんです、こう取って、そうです。で、はい、まあ、あとはこう取られた時にこう取られないように、はい、ここに一本入れるするんじゃないですか、はい、そしたらこれこうやってるのが取れるっす。おぉ肘上げんだ、そうっす、そうっす、肘上げる、はいはいはい、ここのロックとこれでこう引っ掛けるんです。あー本当だ、はい、あそういう取り方があるんだ、でここ開いたからガホーッ、でこれだけじゃないです、うん、これだけじゃないです、これをこう回って、わーわーってなって、わーってなって、じゃあこうなりました、はい、なりました、ここロック取りました、取った、まあこうなったら、まあ普通に まず負けないんですけど、うんうん、これで膝をズボン突き刺します、突き刺す、はい、突き刺す、また突き刺す、で、ここで空間越えたわけじゃないですか、はい、ここからやっぱ肘こうです。で、この肘が、これ肘を今、はい、こうやってバン、はい、バーンって打ってるじゃないですか、うんうん、で、これ、ちょっと重要なのが、こうやって打ちたがるんですよ、みんな、こするってこと、あの、当てたがる、ちょっと見ていいですか、これを、みんな肘を打つ、みんな、うん、こうやって打ちたがる、こうやって打ちたがるんですよ、はい、これエルボ、エルボじゃない、うんうん、これ肘と足を打つ、打ちたがる、こうじゃないです、ムエタイの場合は、うんうん、これを、こっち側に開くんです、え、こっち側に開くんです、じゃあこうするとどうなるか、うん、まあ普通こうじゃないですか、うん、これで打つじゃないですか、うん、これをこう開くとどうなるかっていうと、ここの硬い肘が当たりやすいんです、ここが当たる、ここの、とんがった肘が、そうです、はあはあ、ここがこうよりこうやって開いた方が、ここの硬い肘が、ほんとだ、この硬い肘が、あ、とんがった肘が、これでパッて切るんです、き、残撃、ガーンってやってここでこうやってあピッて切るんです。で、これ、しかもこれ顎に入ったら相手も失神するんで、うんうんうん、この蹴る、これが入ったら、これがもう知らん、これが港区系ムエタイです。いやいや、港区ムエタイ危ねえな、危ねえな、普通のムエタイです。港区でやってるだけですよ。これ港区系でも、喧嘩の YouTube とかインスタとか見ても絶対2発目、3発目、そうそうそう、お見合うんですよ ね、 すよね、絶対こうなんですよ。こう、俺は投げるとか、はい、と思ってましたけど、はいはいはい、まあまあ、これを投げる前にもう、ここも、はい、こう入れ替わった、入れ替わった、もう、はい、そうや、もう決めたら勝ちや、もう決め、まあ決めたらというか、まあ、まあ、だからそのできる人とできない人の話ですね、うんうんうん、はい、だからできる人同士だったら多分本当にこうやって首相撲になっちゃったと、はい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 、ちょっとできる人同士で、できる人同士の喧嘩は無限大になる、はいはいはい、見てるお客さん、はいあ、伝統のムエタイすごい。ムエタイをそのさっきストリートでやってるってやっぱ肘膝っていうより首相撲、うん、首相撲なんだね、めちゃくちゃ重要な、なるほどなるほど、はい、締め方がこう、はい、そうですね、はい、ここ自分がこっちをつける、こう持っちゃうと膝が打ちにくいじゃないですか、うん、こう持ったと膝が打ちにくい、さあ、綺麗、刺さった、そうそうそうで膝ゴーン、すごい
コースね。そうそうそう、なるほど、硬い部分を当てる。なんかもう向こうがもうなんかこう、はい、こう手がこう開いてこうやってこうやって上がって、はい、まあ上がってもまあこれまあ試合に近いですよ。まあ例えばこうなんかこういう感じになったとしても、はい、肘はこれ入るんですよ。うんうん、あ、はい、これはもうこうこれをこれで入ります。ああ、これごとここ視点にしてるんだ。こここれも相手当たるってこと。そうです、これも、なるほどね。今まあちょっと当たっちゃったら切れちゃうんで、すげえ、はい、こう多分どうですか。ちょっとどんな感じ、どんな感じ。こういうふうに叩くとこうコース、うわ、ここも入ってるでしょ。そうです、ここにピッピッちゃうこんで、そういう入り方もあるんですね。そうそう、まああとはもう本当に危ない、あ、こうやってやってなんかこう危ない感じになったらもうこれ、うわー、これやだな。中心から入ってくるんだ。縦肘、縦肘、うわ、僕あの2006年ですかね、タイトルマッチ、はいはい、MA キックボクシングっていうタイトルマッチでこうやってやってて、相手ルイス選手をこうやってパカッていって、ここがパカッていって、で同じところに4発、あ、4発入れてパカッ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 てやって KO で出しました。へ、もう頭蓋骨もうなんかもう白いのが見えてました。いや、何それすごい。そっか、体重乗せるだけっすもんね。そうそうそう、こうなって、はい、まあ、しかも、まあ、キックボクシングでこうなるじゃないですか、はい、これ実はここ開いてるんですよ、はい、肘は開くんです。グローブがこうやってやってたもん、うんうん、こういうふうにやってる、こう入っちゃうんです。ストーンって、こう早いね、やっぱ入り、スッと、やっぱつかみ合いになるよ、やっぱ俺とかなんて、お見合いになってね、時やけど、あれ押さえたらフルボッコやもんねもうそうなんですよ、だから本当にだから喧嘩ってやっぱり見る、絶対こうなるんですよね。なるなる、髪の毛つかんだり、はい、で僕の15の時からずっと教えてもらってたチャモアペット超チャモアンっていう、はい、昔言ってましたね誰やねんって誰やねんって言ったじゃないですか誰やねんのくだりあったじゃないですかあのチャモアペット超チャモアンと相変わらず知らないですチャモアペット超チャモアンとグライガンワンオースイープアローイが喧嘩したんですよ、ジムで。はい、ガチで、ジムで喧嘩したんですよ。で、ムエタイのこっちも、グライガンワンもチャンピオンですよ、うん、こっちはムエタイの神様ですよ、うん、で、喧嘩したんですよ。で、喧嘩した時にそんな話、そのジムの横にあるそのタイ人が住んでるその家で喧嘩して、なんかパーンとこうお互い叩いたみたいな感じになって、うんうん、このチャモアペットがどうしたかって言ったら、結局この首を喧嘩するブワーって首掴んで、そこに目の前にあった血を浴びたドリンクでガン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 血を浴びたドリンク、頭パッカ割れて、そのまんまあの救急病院です。どっちがですか。チャモアペット超チャモンがやったんですよグライガンは俺はスイープアロイパッカー神様がパッカー割れて血だら流して会長会長って言って病院行った。それなら結局これをだから決めたらもう抜けれないってことそうです、これとどめが血を浴びたいんです。とどめが血を浴びたい結局このロックが重要、そこが重要ってことですね、うんうん、いや本当勉強になりました。はいはい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。太田さんのチャンネルの方で、あ、そうだ、大男対策をしてます。そうなんですよ、これ今こう書いてある。そうや、忘れて、大男対策で、試合が1月の22日に後楽園ホール、そうなんですよ、ビッグバンという大会で、うん、はい、130キロの大男と、はい、戦います。戦うの、K-1 ファイターと戦うの で、うん、で木戸さんのチャンネル側で東郷先生に技を教えていただいてそうなんですよ、その技を全て出すんですよね、全て出す。だから言ったんですよ僕は良きところで、うん、いいタイミングで使ってくださいって言ったの。飲むの甘い甘い甘い、全部それしか使うなつ全部使うこれしか飲んでるよこれを全部教えてもらったので、はい、それをちょっとそのキーチャンネルでね、全部教えてもらった模様をちょっと載せさせていただいてますので、はい、ちょっとね、見てください、キーチャンネルも登録お願いします、はい、ありがとうございます面白いですからね、はい、じゃあ、いやいや、引き続きまた、うん、ありがとうございます、はい、してください、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。キーチャンでした。